幼い少女の夢は、ガヤとモンピティタイム。皆さんこんにちは。こんにちは。紅白歌合戦を目指して活動しております、ゆきんこシンガーソングライターのマヤです。本日もマヤとモンプティタイムよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はですね、モンプティさんがちょっと体調不良のため一人での進行となりまして、とても心細いので皆さん最後まで温かい目で見守っていただけたらよろしくお願いいたします。ということで今日私ですね、お昼にお母さんと電話してきましてお母さん多分見てるかな、あの青森の方もですね雪が結構いっぱいみたいで、あ、ここ関東もまだまだ寒い日が続いていますので、皆さんも体調の方気をつけてください。ということで今日はですねマヤライブを行わせていただきたいと思います。マヤライブすいません、ちょっと一人って結構心細いもので、なんかいつもこう隣にいてくれる方がいないと緊張するものですね、ライブってなっても。ちょっと気を取り戻しまして今日ですね、マヤライブを行わせていただくにあたってメッセージの方を募集したいと思います。こちらの方にテロップが出ているんですが、私のライブだったり楽曲に対するメッセージ送っていただけたらよろしくお願いいたします。それでは1曲目聴いてください。オレンジ色の空。週末になると電車に揺られて、君の街まで1時間。苦手だった乗り換えも慣れて、君の好きなお菓子抱えて、君の街に近づくほどに胸がどんどん高鳴ってく。この日のため一週間頑張ってきた。会えなかった時間埋めるように二人で笑い合って、いつの間にか空も顔を変えて、今日も夕日が迎えに来ちゃった。あの夕日背にしながら、君の腕に優しく抱かれて、今日一日の出来事を語り合った帰り道、まだ帰りたくないよと君にそっとつぶやいてみた。また来週ねと微笑んで電車は走り出した。
空眺めているの。またオレンジの夕日が迎えに来たよ。この空は続いてるのに、君にだけはもう続かない。この道がまたどこかでつながってるといいな。あの夕日輝くほどに私の締め付けるの。今でも思い出せるよ、暖かな帰り道。あのまま時が止まることを、沈む夕日に願っていた。二度と戻れない悲しい色、オレンジ色の空、二人の影を吸い込んだオレンジ色の空。宿り
今年も
くない現実がそこにはあって受け入れられない自分がここにいて何もかもが嫌になって投げ出したら心がただ会いたいと叫んでた君と過ごした日々はまるで雪のような幻二度と戻れなくていいどこかにあるって信じてる君と私がいた奇跡いつまでも3曲続けてお聴きしていただきました、ということでですねここでちょっとメッセージいただいておりますのでちょっとご紹介させていただきます。モンプティさん、マヤさん、こんにちは。先日モンプティ初めてお邪魔しました。どうもありがとうございます。ピンクにブラックのおしゃれな内装に美味しいポップコーン、そしてマヤさんのライブ、とても楽しいひとときを過ごさせていただきました。私はモンプティさんのテーマがお気に入りで、あ、これあれですね、あのモンプティというポップコーンソングを私作ったんですがモンプティポップコーンというテーマがお気に入りで、歌詞のバンバンのところをいつも口ずさんでいます。ありがとうございます。また近々幸せの銃弾浴びにモンプティに遊びに行きたいと思っておりますので、そう、この幸せの銃弾というのもこのモンプティポップコーン、ありがとうございます、モンプティポップコーンの、歌詞になっておりまして、覚えてくれてありがとうございます。その時はどうぞよろしくお願いいたします。モンプティさん、マヤさん、これからも頑張ってくださいね。いつも応援しています。さっちゃんより。さっちゃんさん、どうもありがとうございます。続いて、いつも頑張ってるとは思うけどこれからも頑張れ、ありがとうございますマヤちゃんにいつも元気をもらってます。マヤパワーに癒され中です。痩せてますかねありがとうございます。すごい私が助けられてます。たくさんメッセージありがとうございます。久々に歌声聞きました。質問ですが、のどケアとかでやっていることってありますか？私は今朝ですね、ちょっと喉の調子があんまり良くなくって、のど飴もたくさん舐めてきたんですけど、この梅干しをお湯に潰して飲んできましたいつも笑顔で楽しい放送ありがとう。今日は一人でのマヤライブ頑張ってください。大丈夫、ファンのみんなが応援しているから、川越のケンさん、どうもありがとうございます。一人じゃないよ、頑張れ。あ、本当皆さんどうもありがとうございます。ちょっとまた後ほど読ませていただきたいと思います。ということですね、私あの先日ですね、埼玉県の大宮の東口から歩いて5分ほどのサコーズバーさんでバレンタインライブをさせていただきましてですね、初のワンマンで2時間ちょっと挑戦させていただいたんですが、皆さんでバレンタインキス歌ったり、すごいその時もお客さんに助けられたんですが、その時にバレンタインということでおみくじチョコをお配りしたんですよ。私はお家でですね、そのおみくじチョコを2つ試してみたんです。そしたら、いや私結構運がある方だと思うからだと思うんですが2つともあの大吉だったんですよ。もしサコーズバーのバレンタインライブ来ていただいた方で大吉以外引いたよっていう方いらっしゃいましたら教えてください。
ホワイトデーも待ってますそれでは、皆さんの優しさに助けられて、前半ちょっと頑張ってこれてますので、あのライブ後半戦行きたいと思います。それでは聞いてください。誰でも心の片隅に。
この歌が終わるまでは。その背中の
た行きます。今でもはっきり覚えているよ、初めて叱ってくれた時の心
私の中で生き続けてく、いつまでも。ということでですね、またちょっとメッセージの方続きを読ませていただきたいと思います。今日は行けなくてごめんなさい。私は以前まやちゃんが出演してくれた今月で閉店してしまう六本木バニラムードで中継を見ていますよ。 ありがとうございます。嬉しい。また、ここにいる今でですね、六本木バニラムードさんにいるミサさんより伝言です。ミサさんも、女優さんアーティストさんです。また一緒にライブやろうね。どうもありがとうございます。まやさん頑張ってますか。今見えない環境にいらっしゃるみたいですが、 YouTube チェックしますからね。今日も走り切ってくださいね。バイヨッシー、ありがとうございます。初めてメールします。青森時代についてたくさん話が聞きたいです。ありがとうございます。小学校の休み時間何が流行っていたか。青森でではないですよね。小学校の休み時間は何だろう、氷鬼とか。好きだった給食、あ、これはなんか地方とかによってあるかもしれないですね。好きだった給食、私はソフト麺結構好きでしたね。ソフト麺わかります？はあ、わかんないかな。そうね、先生のだけが結構分厚いんですよね。これは青森だけかなっていうメニューはですね、なんだろう、皆さん貝焼き味噌ってわかりますか？結構関東の方にも青森の居酒屋さんがありまして、あのホタテの貝殻の上にホタテの身と卵、ホタテの身があって、それを卵で閉じた貝焼き味噌っていうのがあるんですけど、結構これは多分青森の郷土料理だと思います。ありがとうございます。たくさん質問、笑うといつも目がなくなるまやさんの歌を聴くのを楽しみにしています。ちょっと目なくなってますか？いつも思いやりや感謝、夢の歌を聴かせていただいてます。どうもありがとうございます。こちらこそです。近いうちに新曲で悲しい恋心や大人の恋の歌をぜひとも発表してほしいです。はい、ぜひ私も挑戦したいと思っております。まやさんの悲しい恋の経験や強い女の立場を曲にしてもらいたいです。なんか私の恋愛感がバレちゃいそうですね。親父女より。どうもありがとうございます。とたくさんメッセージいただいてるんですが、またちょっと後半の方に読ませていただきたいと思います。続いてですね、ちょっと告知の方をさせていただきたいと思います。私の次回のライブがですね、3月11日の土曜日、銀座ミヤカフェさんで行わせていただきます。3月11日と言いますと、皆さんご存知の通り、東北大震災の日、この日はですね、今日も今この時間もそうですが、今があるありがたさだったりを皆さんで分かち合えたらなと思っておりますので、3月11日土曜日、銀座ミヤカフェさん、テロップ出てますね。こちらの方でよろしくお願いいたします。それからですね、まや
ミニベストの CD も発売させていただいておりまして、ね、これから歌わせていただく3曲が収録されています。1枚1080円となっておりまして、ライブ会場の方で販売させていただいておりますので、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、最後はですね、今日ラスト3曲、こちらの CD の方に収録されている楽曲をお届けしたいと思います。それでは CD ドリームエリアの中から3曲聴いてください。少女の夢、サビの部分振り付けがありますので、よかったら皆さんご一緒によろしくお願いします。幼い少女の夢はいつか花咲く時を待っている。こんな同じような毎日繰り返すのにも嫌気がさして、今日もため息ばかりが塗り替えられてゆくよ。あんだかむしゃらに夢を叫んでた、あの頃が懐かしい。今は嘆くだけの日々、それでも自分の足で歩いていかなきゃ。一人駅のホームに佇むあたし、指で押されたら転んでしまいそう。でもこの人混みに埋もれてしまいたくない。きっと叶うから、呼び覚ませ、もう思い描くだけの日々なんておしまいにしよう。勇気を出して踏み出そう、その一歩が未来へとつながってく。夢はあの日から続いてる、きっと目指してる場所へ行ける。言い訳ばっかり、逃げてばっかり、泣きたい時もあった。現実に押しつぶされそうで、全てを投げ出して帰りたくもなったよ。だけど振り返った道が確かに教えてくれる。君も私もみんな自分のこの手で掴み取ってきたんだ。どんな小さなことでもいい、意味があるのかないのか、そんなこともどうだっていい。大切なのはやるかやらないか、それだけ。諦めないで、気持ちある限り、最後に自分を信じてよかったと覚えるように。勇気を出して踏み出そう、その一歩が未来へとつながってく。夢はあの日から続いてる、きっと目指してる場所へ行ける。幼い少女の夢はあの日あの時から始まって、幼い少女の夢はいつか花咲く時を待っている。
ありがとうございます。続いて聴いてください、エール。君は少し頑張りすぎていたようだね。そんなに気を張らないで、頑張ってる君の姿を誰かがきっと見守ってくれてるはずさ。君にも明日が来るように、僕にも同じ明日が来る。君も戦ってる、僕も戦ってる。だからこそ共に笑い合える。命の数だけ生き方があって、愛情も友情も幸せの形もそれぞれ。人はいつだって失っては得て、だけどそんな中でも自分だけは失わずにいたいね。君も頑張ってるから、僕も頑張れるよ。壁があるのは進んでる証、恐れずに進もう Go my way。 時には自分が嫌で情けなくて惨めに感じるよね。疲れたのなら今は何もしなくていい。明日はわからない、誰にだって。それでもひたむきに歩き続けて、同じ道でつまずいてもそのままで大丈夫。そんな君も素敵さ、何度でも立ち上がろう。 Believe in myself。 命の数だけ生き方があって、悲しみも弱さも幸せの形もそれぞれ。寒空に星がいつもより輝くように、苦しい時こそきっと君は光っているよ。大切な家族も大好きな恋人も友達もみんな、今日も同じ空の下、いろんな思い抱えて頑張ってる。恐れずに進もう Go my way。 その先の笑顔へ Go my way。 ありがとうございます。2曲メールでした。それでは続いての曲で最後の曲となります。とスタジオに来ていただいている皆さん、そして画面上で見ていただいている皆さんの素敵な未来につながりますように。最後楽曲は Come True です。聴いてください。言われるほど頑張れている。
自分を思い知らされる。どこまでが言い訳でどこからが理由になるの。時々横目で笑う人もいたけど、いつかきっとこんな時が来ることを夢見ていたの。辛い日も越えてきたからこそ心から感じる喜び、いつまでも変わらないでこの気持ち育てていこう。誰も未来なんて保証はしてくれない。いろんな人がくれる言葉が心の道を作ってくれる。この先何が起きても大丈夫、君が諦めない限り終わりはしないから。僕らの歩む道はどこかでつながってる、同じ道だから叶う、君もたどり着けるよ。いつかきっとこんな時が来ることを夢見ていたの。辛い日も越えてきたからこそ心から感じる喜び、いつまでも変わらないでこの気持ち育てていこう。やってみなくちゃわからないこと、続けてるからこそ見えてくるものがある。今までいっぱい遠回りしたけど、だからこそ君とも出会えたんだ。いつかきっとこんな時が来ること夢見ていたの。いつまでも変わらないでこの気持ち育てていたい。目の前にある世界は君が大切に育てた花、いつも時には涙の水で、これからも変わらないで幸せの種をまこう。君の描くその未来。ありがとうございます。ということで、早いものですかね、皆さんに助けられて今日一人でやらせていただきましたが、やっとなんかちょっと安心してきました最後になって、やっとエンディングとなってまいりました。ちょっとここでまたいただいたメッセージ読ませていただきます、私はスターバックスのソイラテが大好きで毎日飲むぐらいなんですけど、最近
グランデサイズのエスプレッソをワンショットにしてもらい、豆乳多めので作ってもらってるのですが、すごく美味しいので豆乳苦手じゃなければマヤさんも試してみてください。ほ、ありがとうございます。スタバックス行ってみますね。豆乳全然苦手じゃないです。マヤちゃんこんばんは。いつも楽しく聞いています。マヤちゃんの歌は勇気をもらえるので、何かにチャレンジしている時にすごく助かっています。嬉しい。紅白出ることになったら NHK ホール行きますから頑張ってくださいね。ありがとうございます。俺らもまやちゃんに勇気をあげます。たくさん勇気いただきました。ありがとうございます。嬉しい。紅白 NHK ホール、私まだ1回しかライブ見に行ったことないんですけどぜひぜひ来てください。今日は迷子にならずにつけました。放送と音楽を楽しみにしています。頑張ってくださいね。楽曲に対しては辛口コメントいたします。さあ緊張されなされ。今このスタジオにいらっしゃる誰かですね。ちょっとあの名前がないので、あ、ありました、ホニョさんありがとうございます。続いてちょっと曲編成バラバラじゃないですか。まやちゃんの持ち歌でもう少しストーリー作った方が。 ありがとうございます。アドバイス嬉しいです。ちょっと3月11日のライブでストーリー性を持ったライブできるようにと思います。ありがとうございます。こんにちは。僕もおみくじをこの前引きました。引きましたが今日でした。浅草寺で、浅草寺浅草寺結構今日が出やすいとお聞きしますね。気持ちの入り替えに今度おみくじの引き直ししに行きますね。その時はよろしくお願いします。あと曲すごいいいですよ。ありがとうございます。ということでメッセージたくさん読ませていただいたんですが、最後にですね、今日ご覧になっている皆さん、そしてスタジオに応援駆けつけていただいた皆さんに、ご報告しなければいけないことがありましてですね、マヤとモンプティタイムの番組をですね本日で終了させていただきます。そして春からまた4月から新たに新番組をやらせていただこうと思っております。詳細の方はですね、ツイッターやフェイスブックの方でご報告させていただきますので、そちらの方をご覧になっていただけたらよろしくお願いいたします。3月はですね、その春の新体制に向けた準備期間として、エネルギーチャージしてまいりますので、また4月戻ってきたらよろしくお願いいたします。ということで皆さん、最後恒例の来ましたよ、じんじゃんけん。先ほどのおみくじ今日引かれた方もぜひぜひじゃんけんでもう一度運試しを。それでは一回練習したいと思います。一回練習いきます。せーの、最初はハイレーじゃんけんぽい。いいですか。それではマヤとモンプティタイム5回目ですね。おかげさまで5回目でした。本当応援していただいた皆さん、どうもありがとうございました。それではまた春に新体制でお会いしましょう。それでは行きます。せーの、最初はハイレーじんじゃんけん。ありがとうございましたじゃあねー。